どうも、こんばんは、エンデムです。今回は東京グルリ・インボーク年末年始キャンペーンリ・インボーク、VS フェスキャラクター第1弾ということで、このフェスゲンアモンですね、このアモンがですね、敵として出てくるということだと思うので、今回は、いつも使わない有馬さんを使ってですね、どれだけ強いか分かんないからね、やっていきたいと思います。まあでもね、新規の人たちが勝てなかったら困るから、そこまで強くないのかなとか思ってみたりするんですけど、 S があるっておかしくない？それなら S があるってちょっとおかしくないかって思ったんですけど、まあいいでしょう、行こう。まあ削れる。ああまあまあまあ、でも普通のイベントの S と同じぐらいなのかな。で、窓さんのバフを貯めつつ、このマンサーのバフが溜まるので、スキブでちゃんと使っていく。でアーモンでしばきたいところであるが、アリマを出してスキルを貯める。 OK、 まあこれはいつものパターンですね。で3フロア目の、3フロア中の2フロアと、ここは10増貯めて、でどうしようかな、アーモンも貯めていいか。アモン貯めて、アモンを展開して、でアリまで突破と。いや、あーそこまで難しくないっぽいですねこれは。あーでも一応4つ皮ついてるわ。ブレイク4000、5000、スキダメ50、ダメカー50、50と、いうことですね。とりあえずあのブレイクやられるとまずそうなんで、あれはもう今のうちから順々に剥がしていきたいところでありますね。あ、全然余裕で剥がれるな。で、吹き飛ばす。あ、スキルダメージ 50% カットと言いつつも、まあ食らうっちゃ食らうな。私がやろう。 OK、 とりあえず剥がしたけど1枚は。ここあれかな、青霧のアジトを襲撃した時の、瓶兄弟。やべえ。は？え、待って、なんか変わったんだ。うつはんけ聞いてないんだけど。待て、聞いてない、聞いてない。なんか新しいギミックか、これ。攻撃 20% の確率が、うわー、これ誰？40%、30%、おい、やめろ、お前。避けるし、クリティカル 50% アップで、永続で250のバフかかってる。いやー、これは、やばいな。これは、ちょっとヤバみ感があるな。まあでもいけるか。コンマ1タイミングが遅い。これで有馬十増出して有馬、よーし。いや、なんか変なギミック来た時はさ、ちょっとヒヤッとしたけど、まあこんなもんすわな。でも有馬使ってなかったらどうなってたんだろうか今の。皮1枚剥がした段階であんなことしてこられたらね。じゃあ次、第1弾ということでもう1個ねあるんすわ。金木、空腹カネキじゃなくて、あ、空腹カネキか、食欲じゃないな、空腹カネキだね。使っていきたいと思います。使って戦っていきたいと思います。どうしようかな。まあ今回も申し訳ないが、何があるか分かんないので、ちょっとアニマを使ってやっていきたいと思います。またね、違うキャラクターでやったりしたいんですけど、始めましょうよ。まあとりあえず最初のクリアはこれで。はいはい、この硬化した、いや硬化したかどうかわかんないけど、ここあれどこのシーンだろうか。どうかな。待機。
空腹カネキはどんなスキル打ってくるんやろうか。もうここアニマル吹き飛ばしていいな。さて、なんだ、混乱予防か、あ、麻痺ガード。麻痺ガードにダメか、20、30、40。20、30、40って実質90じゃないか。90% だよな。これ多分1枚剥がしたらまたなんかあれやってくんのかな。わかんないけど、まあとりあえず、重蔵、いや、アリまで一発撃って、ドカーン89万からの、重蔵撃って、あ、重蔵で殴って撃ってんのがよかったな。あ、まあいいや、これこれ。まあ、次何があるかわかんないからな。手を緩めるな。どうかな。何してくんだろうか。ほい。あ、そいつこう避けるんすわ。あ、何もしてこねえ。またなんかあの小賢しい皮のかぶり直しみたいなやってくるかと思ったら、そのやってこねえな。これで剥がしたい。剥がしたいから一回重蔵出して、アリマで剥がす。これでなんだっけ、何が消えたんだ今。20が消えたのか。ザン、オッケーオッケー。あー、アリマの鳴神が溶けちゃったか。スキルカットしてるから。あ、これあれどうなんだろう。あ、これどうなんだろう。これスキル演出カットしてたら敵の演出って入ったっけ。え、だから敵が SSR で出てくるの自体初めてじゃないか。あー、これあれなのかな、あ、なんかあいつ回復状態ついてるしよ、お前。敵の演出入るんだろうか。で、2枚目も剥がす。で、これが 30% だから、どうかな。あ、やべえ、あいつ80万回復しやがった。これはきつい。でも重蔵の出血で20万入るぞ。どうかな。タイ、いやー、これで落ちてくんない。落ちろ。164万で落ちると。いやー、アリマ強えな。駆逐完了。で、これで、フェスゲン確定、フェスゲン確定なのか SSR 確定、あ、いや、フェスのインボケフェスのチケットがもらえると。確かね、そうだったような気がするんですけど、なんか違うのかな。あ、これ SSR もしかして。なんかね、チケット、ほらほら、あの報酬でチケットがもらえるんですよね、あそこ。多分両方クリアしたらいいのかな、わかんないですけど、まあ、とりあえず今回は、VS フェスゲンキャラクター第1弾ということで、アモンとカネキを、アリマさんで芝生という動画でした。まあ、次はなんか違うキャラ使ってやりたいと思います。というわけで、お疲れ様でした。また次回実況動画でお会いしましょう。